Bonjour, je m'appelle Yuc. Je suis étudiant à l'Université Sophia, j a p o n de France. 皆さんこんにちは上智大学文学部フランス文学科に通う先輩チューターの Yuc ですいきなり何を言い始めたのかと思った方も多いと思うのですが私が今言った呪文のようなものはフランス語でこんにちは私の名前は Yuc です私は上智大学に通っていてフランス語を勉強していますと言いました ではこちらの写真をご覧くださいこちらの写真はどちらも私と私の外国籍の友達で撮った写真なのですが左側の写真は私が大学1年生の夏休みを利用してカナダのフランス語圏であるケベック州に短期留学した時に撮ったものです私は昔から海外の方と関わることが大好きなのですがお金や時間の関係でそんな何回も海外に行くことは難しいですよねそんな中 私の通っている上智大学では右の写真のように日本にいながら留学気分を味わうことができるのです今日は私から上智大学の魅力をたくさんお伝えしていきたいと思います私の高校生活を一言で表すと海外に憧れる茨城ガールでした私は茨城県出身で電車は2時間に1本しかないようなところで高校生活を送っていたのですが通学時間には徒歩と電車を合わせて1時間 そして部活は週に7日というかなり忙しい高校生活を送っていましたそんな中高校1年生の夏休みに姉妹,校である姉妹校であるオーストラリアの高校に短期留学したのですがその時にオーストラリア人の友達がたくさんできたことが嬉しくて将来はたくさんの海外の方と関わるお仕事がしたいなと思うようになりましたでは次に私がどのように進路選択をしていったのかについて説明していきたいと思います 私は先ほども述べたように将来はたくさんの海外の方と関わりたいと考えていたので大学では英語以外にもう一言語世界中の国際機関の公用語として使われているフランス語を勉強しようと決めました本格的に志望校を絞り始めてきた高3の春私はなんとなく偏差値だけで大学を見ていたので実は今通う上智大学とは別の大学を志望していました,ただ 自分の大学生活をかのイメージしていく中で偏差値だけで大学を選んでいたら自分の思い描く大学生活を送ることができないと思うようになり実際に自分の足を運んで自分の目で見て大学を決めようと思いました私は土日を利用して約10校以上の大学にも見に行ったのですがその中でも他の大学に比べて国際色豊かであると感じた常治大学に一目惚れし第一志望とすることにしました それでは私から上智大学の魅力についてお伝えしていきたいと思います上智大学の魅力は何といってもたくさんの海外の友達ができるというところです上智大学には書道体験やカルタ体験をはじめとするたくさんの大学主催の国際交流イベントが開催されているので積極的に参加すれば海外の友達の数はかなり多く作ることができますまた 大学が募集している留学生サポーター制度というものに登録すると日本にやってきた留学生を空港まで迎えに行ったり留学生の日本での生活をサポートしたりするボランティアをすることができますまたどこを歩いていても外国語を聞くことができるのも上智大学の魅力のうちの一つだと思います上智大学では英語,英語、ドイツ語、フランス語をはじめとするメジャーな言語から ベトナム語、スワヒリ語ヒンディー語というマイナーな言語まで全部で22言語を学ぶことができますそのため上智大学は語学力を伸ばしたい学生がどこまでも語学力を伸ばすことのできる環境が整っているということができますそれでは次に私が所属する文学部フランス文学科について紹介していきたいと思いますこちらは私が大学2年生の時の時間割です 私は文学部の中でもフランス文学科に所属しているので週に6コマフランス語の授業を受けていました語学の授業は1クラス20人以下なので文法や発音がわからない時はすぐに教授に聞くことができました語学の授業の他にもフランスの歴史をフランス語で学ぶという授業があって高校の世界史で習っ,たフラン習った知識を生かしながらフランス語の文献を読み進めていくことにやりがいを感じたので私はこの授業がとても大好きでした また英語の勉強もしたかったので月曜の3限と金曜の1限は同じ文学部である英文化の授業をとっていましたそして教育分野にも興味があるので英語とフランス語の中高の教員免許を取るために教職の授業もとっていますこのように上智大学の魅力は今日お伝えできないほどたくさんあります こうして充実したキャンパスライフを送ることができているのも、志望校を決めるときに興味や好きなことを優先して学問を選んだことや、実際に自分の足を運んで自分の目で見て大学を決めていったからだと思います。こうした手間を惜しまず、皆さんも自分の大学生活を輝かせることのできる場所を見つけてください。ご静聴ありがとうございました。